はい、えー。皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の10日目、えー、始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日ね、7月の10日なんですけれども、実質証書遺言の法務局に保管をする制度、おこれが始まります。えー、これあの、相続法の改正に伴って、この遺言書の制度っていうのが、あ実は変えられてるんですよね。 で、皆さんがちょっと学習してるかなというところですと、まあ財産目録、これがですね、今まで手書きで書かなきゃいけなかったのが、あコピーでもいいですよ。ただ、あー応援とね、サインはしてくださいよ、なんていうのがあったりとかします。で、プラスアルファですね、別法律で遺言書を保管する制度がですね、これは別の法律になるんですけれども、今日からスタートということなんですね、えー。昨日私もちょっとクライアント先で勉強会開いてですね、遺言書の保管に関して細かいところ説明して 説明しししたたりとかしまんしんでうーんそうですね。これは別動画でまた撮らせていただこうかなというふうには思いますけれども、今日はちょっと簡単にだけ、えこんな制度なんですよっていうことだけちょっとご紹介をさせていただこうかなというふうに思います。民法でも、あの、遺言ってね、勉強されると思うんですけれども、特別方式4種類、普通方式3種類なんていう形で、えー、全部で7種類遺言の方式ってあるんですよなんていうので勉強します。ただし、基本的に実務でもね、あの使うのって、普通方式の 三種類ね。自筆と公正証書と、あとは秘密証書っていうのがあるんですけれども、その中でも、えー、自筆証書遺言と公正証書遺言。もうこの二つにほとんど限られるんですよ。自筆証書遺言っていうのは手書きで書き残す遺言。公正証書遺言っていうのは、交渉役場で交渉人の方が一応作成するという形で、えー、作る遺言。これがあ,あります。 この二つなんですけれども、大きく特徴は何かっていうと、実質証書遺言の場合って、手書きで残してもいいんですけれども、ただ、その場合、えー、まあ,あ、亡くなった後で,ですね、遺言書が発見されたら、家庭裁判所に持って行って、兼任手続きを踏まなければいけないっていうふうになってるんですよ。まあ、これが兼任手続きがなかなか、まあ、難しいと言いますかあ、時間がかかったりとかするわけなんですね。で、しかも兼任手続き踏んだところでですね、あの、金融機関とか法務局持っていくと、いや、この実質証書遺言のこの文言、 言の書き方だとと使えませんねねっててわれることが多くてです、ね、手書きの遺言って、まあ、事実もやってたりとか、あの相続業務やられてる方ですと、よくお分かりだと思うんですけれども、正直手書きで遺言残されると、まあ、ちょっとね、あんまりよろしくないと言いますかうん、使えないというようなことが非常に多かったんですね。 えー、今回ですね、あの実質証書遺言の保管制度というのが始まって、で、法務局に預けられますよ。で、預けた場合には家庭裁判所の兼任手続きを踏まなくていいですよ。まあ、こんな制度が出来上がったんですけど、ただ、 中身をチェックしてくれるわけじゃないんですよ。形式面だけチェックするってなってるんですけど、法務局でね。形式面だけチェックするってなってるんだけど、内容をですね、精査するわけじゃないから、やっぱりね、あの、使えない遺言は使えないまま残ってしまうっていうですね。まあそういう問題感はあるかなと思いますけれども、 ただただ、やっぱりこういう制度が走った以上はですね、我々もそれに対応していかなければいけないので、まあ、少しね、あの、勉強会なんかもまた開こうかな、なんていうふうには思っております。さあ、今日はですね、あの、第10条のところに入っていくということになりますけれども、そうですね、これはあの、公聴会の開催等っていうのがあの、タイトルについておりますけれども、我々ね、あの、許認可をやったりとかしますとですね、 行政処置業務で許認可申請なんかを担当しますと、そうするとね、許認可申請って、ある事業者が、まあ、ビジネスをやりたいということで許可を取るわけです。営業許可を取るわけですね。で、営業許可を取ると、そうするとね、うんある意味、周りの人たちに対してすごく利害が生じてしまう。 こういうケースってあるんですよ。例えば、うん、どういうところかなって感じですけれどもあ、例えばですけれども、2018年から住宅宿泊事業法っていう法律スタートしておりますけれども、民泊のね、えー、こう申請なんかがあるんですよ。 民泊の届出ですかね。民泊の届け出があるんですけれども、そうすると、あの、民泊を合法的にできるんだけど、でも、自分ちの近くで民泊やられると、外国人がですね、ガラガラスーツケース引いてくるんじゃないかとか、夜中うるさいんじゃないか、騒ぐんじゃないかとかですね、いろんな問題があって、ゴミ捨てとかちゃんとしてくれるかどうか不安とか、いろいろあってですね、周りの付近住民の方が嫌がってですね、反対するとか、まあそういうことってあり得るんですよ。 あるいは、ゴミ処理場、これを作りたいですって言った時に、皆さんの家の近くにゴミ処理場がで,できたら、やっぱりちょっとね、どうかなっていうふうに思う方っていらっしゃると思うんですよ。あるいは、まあ、これは結構あの、判例なんかでもね、えー、行政事件訴訟法のところとかでも見ると思いますけれども、えー、原発、原発の設置許可なんかが出ると、当然、えー、反対運動が起こりますよね。 このような形で、付近住民の方だったりとか、あるいはそれ以外にも利害関係者というのが出てくる場合があるんですが。許認可申請をして、で、許可を出す、この行政庁としてはですね。やっぱり、その利害関係が出てくる人たちの調整を図るという機能もですね。求められるわけなんですよ。第十条には、それがまさに書いてあるということになります。条文、ちょっと軽くチェックしてみましょうか。公聴会の開催等ということで、行政庁は申請に対する処分で。 申請者以外のもの。ね。申請者以外にそうやって利害関係人がいた場合を想像してくださいね。申請者以外のものの利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合。 当該法令、まあ個別法ですね。個別法なんかで、許認可の要件にされてますよ。利害関係人の調整を図ることが許認可の要件にされてますよ。こういうような場合は必要に応じて、校長の会の開催とか、その他適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるように努めなければならないという努力義務規定になっています。要するに何かっていうと、 例えば、ちょっと住民説明会みたいな感じでね、その利害関係人を集めて説明する場とか、あとは意見をですね、ディスカッションをする、そういうような意見交換をする場、こういうのを設けるとか、あるいはですね、あの、その他適当な方法って書いてあるので、公聴会で、まあ、あ必ずしもですね、フェイスとフェイスでやるんじゃなかったとしても、意見書の提出をするとか、そういう機会を設けることでもいいかもしれませんよね。 まあ、あとにかく、利害関係人の方々の意見を聞いて、そして調整を図っていくっていうのが大事だということになります。そうですね、あの、行政法総論とかで、群馬中央バス事件ってあるかと思うんですね。群馬中央バス事件の頃っていうのは、あれはまだね、あの、あれ、昭和50年とかの判例なんで、運輸大臣とかが出てくるんですね。今の国土交通大臣になりますけれども、運輸大臣に、 えー、路線バス事業をですね、えー、これをあの、まあ、拡張しようということで、えー、路線バス事業のまあ免許申請なんかをですねあのしようとしたという事例なんですよね。で、このバス会社がそういった許認可申請をすると、いったときに、審議会を置いて、審議会というのは、これ、あの行政、えー、国家行政組織法上の八条、まあ、機関というのが、ね、あの出てきたりとかするんですけども、おこれはあの審議会、えーまあ、諮問機関ですよ、諮問機関。えー、諮問機関があって、 でで諮問機関のもとに公聴、ねえー、会の開催をするという、まあ、そういう手続きがあったりとかするんですね。 利害関係人から公聴会の開催をしてくれなんていう申請をすると審議会ではですね、そうやってじゃあ公聴会の開催をして利害関係人の意見を調整しようかななんていうのを手続きとしてやるんですよ。あの判例見てるとそういうのが出てきますよね。で、その場合に、実はうん、ちゃんとその公聴会の開催の中でうんやらなければいけないこととかをやらなかったんじゃないかとかですね、いうことで、えー、手続き上の瑕疵があるんじゃないかというのがあの判例で 実はあの問題になったことでした。これ、努力義務規定に確かになってるんですね。第10条では努力義務規定になってるんですけど、法令上利害関係人のその利害とかを考慮すべきっていう風になっているにもかかわらず、もし何にもしなかったら行政庁が。 これはね、やっぱりね、手続き上のその歌詞があるとして、あの、違法だ。処分の取り消し自由になり得るっていう風に判断されること多いと思うんですよね。 ですから、この行政手続き法第10条は、あくまで努力義務規定になってるんだけど、ただやっぱ個別法でね、利害関係人の調整を図るっていうふうにしてる場合は、本来的には何かしら措置を設けるべきだと思いますね。ほとんど、あの、設けてるとは思いますけれども、そういう形になるということになります。ちょっとね、これあの、うん、地方自治体の行政手続き条例 ほら、地方公共団体って、行政手続き法の適用除外になってる部分ってあったじゃないですか、3条3項で。で、3条3項で適用除外になってるんだけど、46条で、行政手続き法の趣旨に則って、地方公共団体っていうのも、行政手続き条例みたいなのを定めるようにね、努力しなさいっていうのは書いてありましたでしょで、 鳥取県のね、行政手続き条例見てたら面白いんですよ。えー、第10条のこの公聴会の開催のところが、えー、鳥取県の行政手続き条例は義務規定になってるんですね。努力義務規定じゃなくて、えー、もうこれ、えー、聞く機会を設けるものとするみたいな感じの書き方になっていて、はあ、なるほどなと。鳥取県はなかなかね、この公聴会の開催について熱い考えを持ってるのか何なのかよくわかりませんけどね。 ということで、つらつら喋ってまいりましたけれども、今日は、あ行政、えー、手続き法の第10条公聴会の開催等というのを勉強させていただきました。あくまで努力義務規定ですよ、ということで、えー、学習をしておいて、えー、記憶をしておいていただければな、というふうに思っております。えー、この動画なんですけれども、 月曜日から金曜日までは、レックの、レックさんの YouTube チャンネルの方でアップさせていただいてるんですけど、土日はですね、レックさんがあの、ちょっとアップができないということなので、私のあの、個人のですね、チャンネルの方でアップをさせていただきます。だから明日、明後日は、私のチャンネルの方でですね、アップをさせていただきますので、よかったらそちらも見てね、毎日継続的にやっていただきたいなというふうに思っております。さあ、今日はここまでにさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。